錦鯉の長谷川雅紀です、はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日は旬な人占い。さあ今旬といえば、はい、本日はですね、うん、V6 の、森田剛さんと、宮沢りえ夫妻の相性を占う。おーやったね。ブラックサムライ。ブラックサムライ。いや違うね。いや剛つながりで。ああ竹内剛ですね。竹内剛よく覚えてましたね。僕も気づきませんでした。いやいや今何人知ってるんですか。何人の人がこれ分かったかって話があるけど。いやこれねねもうびっくりというか、まあ、ちょっとねニュースというか話題にはなってましたけど、まあ、まあ結婚ゴールインしたっていうのはね、もうすごいですよね。ですよね、しかもなんか、まあ、姉さん女房で、結構年6つぐらい違うんだっけ。離れてますね。ですよね、というカップルであると。で、まあ、芸能界でそれぞれこうお名前のある方々で、はい、割と電撃なのこれ俺よく知らないんだけど。いやちょっとねなんか週刊誌とかで熱愛みたいなのはまあ、あったらしいんですけど、ただね宮沢さんの方にもそのお子さんもいらっしゃるですよね。ところでね、まあもちろんいるし、ね、あと前の旦那と別れたのって割と最近じゃなかったっけ。一昨年ぐらいですかね。確か2016年ぐらいに離婚したばっかりだったような気がするんだけど、だから、なんでしょうね、まあ、よく決心したというか、ですよね、森田さんとかね。そうですね。これはまた何、なんか共演とかそういうのがきっかけなのかね。ああ、らしいですね。なんか舞台だっけな。やっぱそういうことなんだ。それでなんかこう、ね、急接近したみたいな。やっぱり芸能人の方々というか俳優さんとかってその、ね、同じ芝居とか同じドラマに出ると、こういう風になるんですかね。いやそれよく聞くじゃないですか、まあ古いところでね一番有名なのだったらその山口百恵と三浦友和だったりしますけど、はい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 、やっぱね恋人同士の役とかになったら、やっぱりちょっと燃え上がるっていうのもわからないでもないですよね。わからないでもないんだね。わからないでもないですよ。なんか今すごい上から目線だったらいやいや上から目線じゃないけど、長谷川さんなりそういう経験がある。いやないんですけど。いやいややっぱりなんかそのなんかなるじゃないですか、やっぱり気持ち入ってね役者さん。まあまあ確かにお芝居やったら芝居とはいえ、もう本当にそういうセリフからね、こう目線とか、態度とか、はい、恋人をそのままなぞるわけだから、人間ってそういう気になるかもしれないですね。確かにね。だからそこでねちゃんとなんていうんですかね、一旦距離を置いて離れてね、そのちゃんとああ一時的なもんだったって気づく人もいるとは思いますけど、そのままの勢いでね、なっちゃう方もいらっしゃるんだろうな。なんかそれじゃまるで悪いみたいじゃないか。いやいやなんかなんていうかそういう勘違いもあるだろうなって。いや勘違いじゃない場合もあるでしょ。まあまあ、ね、それがきっかけとなってってのもあるわけでしょ。でも宮沢さんなんてねもう昔からその声大きい女性というか、結構いろんな方とね噂というか、まあそうでしたね、なってる方ですからね。はい、ねえ片や弟子が不祥事を起こしてね。不祥事。いや、何でもないです。何ですか。いや、相撲部屋の不祥事があったなというだけ。まあまあね。はい。はい。いいです、いいです。はい。ということで、相性を見ました。はい。はい。いきましょう。はい。お二人の相性はということでちょっと見てみたんですけれども、コンイチっていう駅の毛が出まして、はい、割と地味な毛なんですよ。なんかね、すごいその燃え上がって熱愛とかっていうと、はい、あと違う毛が出るんだけど、なんか完全に言うんですごいアットホームな毛というか、家庭的で地味な毛が出たんですよ。だからそのいわゆる何でしょうか、恋多き女とか言われてまた熱愛でとかっていうよりは、はい、なんかそれぞれがね、同じ毛が上と下に出たっていうことは2人ともすごく家庭的なものを求めた結果なんじゃないかなっていうふうに見えたんですね。でそのまあ「霜を踏みて顕氷至る」っていうこういう文句が書いてあるんですけども、はい、要するに硬い分厚い氷っていうのも一晩でできるものじゃなくって、最初霜が降りて徐々にそのまあ霜が積み重なっていってというかね、はい、もう千里の道も一歩からじゃないけども、小さいものを積み重ねていって分厚い氷って出来上がるものですよねっていう文句がここに出ていましたと、はい、そうするとねなんかちょっと世間の見方と違うのかどうかわかんないけども、なんか地道なものの積み重ねで最後の最後にポンと一押しで、結婚しようっていうふうに決まったなっていうふうに見える毛なんですよ。でそれはやっぱりキーワード家庭を持とうっていうところだったような気がします。凍ってる日本酒ってなんだっけ、凍る日本酒って知らない？すごい冷えてて液体なんだけど、はい、なんかコンって刺激当たるとバーッと凍ってくるやつあるの知らない？わかんない。加冷却って言って、まあ
要は最後に刺激をポンって与えるといきなり氷ができるっていう液体があるんですよ。すごい冷たいやつが、はいはい、まあ、それみたいなもんで、最後のきっかけっていうところが、まあ、なかなか面白いところから来てるなっていうふうに思ったんですけどもね。へー、うん、ですから、よくあるいわゆる一時的にこうカーッとのぼせてとか、熱愛とか、うん、そういうのとちょっと質が違うように見えました。あら、じゃあちょっといい感じなんですかね、うん、そうですね、意外にね地味で堅実かもしれないですね。ほう、うん、ということなんですよ、ええ、でまあ、ただ今後の成り行きっていうのはまたもう一線別に立ててみたいと思いますので、はい、これについてはまた明日、明日、ね、やりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました、はい、また明日も見てください、はい。